中央アジア連合は2007年4月26日にカザフスタンのヌルスルタン・ナザルバイフ大統領が提案した構想。中央アジアのトゥルク系民族の4つの共和国、カザフスタン、キルギス、トルクメニスタン、ウズベキスタンをまとめ、1つの国に合併する構想で、合併後の国名にはトルキスタンという名前が提案されている。もしトルキスタンが成立するならば、 一人固形であるが、文化的に関連の深いタジキスタンも、この連合に含まれる。連合の提案は主に貿易、詐称体制、旅行、安全など、各国国境の問題を扱う。実現すれば、中央アジア連合は、現在優位を占めているロシアの集団安全保障条約機構や、中ロの率いる上海協力機構で並行力を表すだろう。 カザフ大統領は、自らの提案の中で、この地域では我々は、経済利害、文解散、言語、信仰、環境保護問題を共有しており、共通の外的脅威に面しています。欧州連合の創設の父は、欧州がより多くのことを共有しようと、望んだだけでした。我々は、経済統合、市場の共有、通貨統一に近づける方向に努力を向けるべきです。 としている。現在までにカザフ大統領とキルギス大統領は両国の間に国家間最高会議を作る合意に調印した。加えてカザフスタン、ウズベキスタン、キルギスは永久友好条約に調印している。だが提案はカザフスタン、キルギスタジキスタンに支持されたにもかかわらず、ウズベキスタンのイスラムカリモフ大統領はこれを完全に否定していた。 ありがとうございます。